おはようございます。2018年10月30日、古民家風の家、最後の朝ごはんです。じゃーん、今日はこんな感じ。なんか昨日と打って変わって、茶色いですね。茶色い。油揚げと <laughs>、えんたいこと、ちょっとやす焼きすぎちゃったソーセージと、で、この間、つやすくにもらった、とっても美味しそうな紀州の梅干し。これ今日初めて食べます。と、 えー、大根サラダあとは亀のお味噌汁とご飯ですね、まあ、この辺はいつもの感じ、まあ、いつも感じだなもう昨日一生懸命ちょっと卵焼き作ってテンション上がったけど今日はに戻りました、はい10月30日、えー、もうなんか渋谷はすごいことになっててね明日に向けてまあなんか警戒態勢もすごくなってますがあおかしいよね若騒ぎして昨日の軽トラ問題とか。 犯罪でしょうもっと逮捕されてどんどん逮捕すべきだと私は個人的に思いますはいでもこんな私も川崎ハロウィンの第1回になんとイベント、えー、主催者側イベンターとして参加してましたあ,あの頃のちょっと衣装まだあるんだよねちょっと写真を探して後でもしあったらアップしたいと思います、うん、ということで10月ももう終わりです明日は31日ハロウィン皆さん 今日も一日元気に過ごしましょう。天気は晴れで良かったです。はい。古民家風の家マダム・ゴーンでした。いただきまーす。